アンキロポレクシア、アンカイロポレクシアもしくは、ケンボシ類あるいは、ジカボシ類は、ジュラキコウキから、シロアキコウキまで栄えた、恐竜上目長ょ番目のクレードの一つ。イグアノドン類よりも、派生的で、海分類群として、スティラコステルナとハドロサウルス型類を内包する。名称は古代ギリシャ語で、連結したを意味する、アンカイロズと、親指を意味する、ポリックスの組み合わせである。 1986に、セレノによって提唱された。このクレードを定義づける中手骨と融合した第一、末節骨の特徴を表した命名である。多くのアンキロポレクシア動物は、標本の持つ情報が乏しいか、あるいは単にまだ分析されていないかで明確に、系統的位置づけができない。アンキロポレクシアの中で最も有名で最も、繁栄したメンバーはイグアノドンである。 出現は1億5600万年前で、絶滅したのは6550万年前である。ほとんどは中国、ヨーロッパ西部及び東部、アメリカ西部で見つかっている。また彼らは植物食恐竜であり、肉食恐竜と比べて非常に大きく成長した。ほとんどのアンキロポレクシアの動物は前肢が短いことから二足歩行だったがゆっくり歩く。 時や立ち止まっている時は4本足だったと思われる。戦術の通りアンキロポレクシアは2足動物だったが、そのルールにはマンテリサウルスのようないくつかの例外がある。マンテリサウルスは前肢と胴体が短いので動く時は2足歩行だが、立ち止まっている時とゆっくり歩く時に前足が支えとなった。彼らはまた植物をすりつぶすための強靭な顎と長い頭骨を持っている。 多くは、グ群を持っており、すり減ると定期的に生え変わった。名前の由来になっている通り、アンキロポレクシアは親指がスパイクになっている。この特徴は、ほとんどの種に見られる。用途については未だに、議論されている。捕食者から身を守る武器として使ったという説が、有名だ。果実や種子、同種に対して使ったのかもしれない。 遠 e D マイケルは毒栓につながっており、毒液を注入するためのものだと述べているが、スパイクには溝もないし中空にもなっていないので、受け入れられていない。生態では表皮に覆われ、スパイク自体目立たなかった可能性もある。ハドロサウルス類のバティロサウルスのそれは、カギ爪状で4センチメートルの長さがある。アンキロポレクシアは、非常に巨大な動物だった。最大のものは、 ハドロサウルス科のメンバーでもあるシャントンゴサウルスだ。その全長は14.7から16.6メートルで、体重は最大のもので16トン以上と推定されている。彼らはこのクレードで最も派生的な種の一つでもある。一方、戦術のマンテリサウルスの体重は約0.75トンだった。モシキシュカンプトサウルスの全長は6から7.9メートルで、 体重は785、8 7 4キログラムだった。一方、ポールは、カンプトサウルスは、全長5メートル以下、体重は0.5トン以下だったと見積もっている。原始的なアンキロポレクシアほど、派生的なメンバーよりも小さかったようだ。もちろん例外もある。基盤的な、ハドロサウルス類であるボロンの体重は2 0 0ラムしかなかった。テティス・ハドロスに至っては、的な、 ハドロサウルス類の属だが3 5 0ラムと推定されている。彼らには当初性賄賂化が起こっていたと思われる。ワイオミングで発見されたアンキロポレクシアの模式種、カンプトサウルスディスパルは多分カロビアンからオックスフォーディアンのものと思われる。北米でそのクレードが栄え始めると残りのメンバーは急速にヨーロッパとアジアに拡散して行った。 白秋前期バランジアン期までアンキロポレクシアは北米でしか見られなかった。しかし2000年代初頭、ランジョーサウルスが中国間縮小北欧で見つかった。それは約1億3000万年前の属で大きな下顎を持つことで有名であるしかし、バーレミアン以前ではイングランドにおいてアンキロポレクシアはまだ多様であった。バリリウムは1億4000万年前まで存在していた。 イグアノドン類を代表するイグアノドンは、ベルギーのアプチアン最初期に生息していた。より繁栄したアンキロポレクシアとして、イグアノドン類は、太古のヨーロッパで暮らしていた。このクレードは、ヨーロッパでは、最終的に1億2500万年前に死に絶えた。ハドロサウルスカは1億2200万年前のアジアに、起源を持つと信じられている。 彼らは6,550万年前に絶滅するまで最終的にヨーロッパ、アジア、北、アメリカに放散した。約1億5,700万年前、アンキロポレクシアとドリオサウルスカはドリオモルファルイから2つのクレードに分岐したと信じられている。ドリオサウルスカは原始的なイグアノドン類でアンキロポレクシアほど死が派生しなかった。しかし彼らはハドロサウルスカを除けば、 すべてのアンキロポレクシアよりも長く生き延びていた。もともと1986年にセレノによって提唱されたアンキロポレクシアは2005年のセレノの論文でより正式なものになった。1986年の論文でカンプトサウルスカとスティラコステルナ類は別々のクレードとして用いられたが2005年にはカンプトサウルスディスパルと パラサウロロフスワルケリはセレノによって特定的かつより、正式に特徴付けられたクレードの模式種とされた。そのクレードは、長脚類の2つの主要なクレード、スティラコステルナとハドロサウルス型類を内包する。以下は、アンドリュー・マクドナルドの2012年時点での最新の、クラドグラム。ありがとうございます。